オリックスバファローズ対読売ジャイアンツのゲームを。打順は3番近藤。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。秋山、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目は何で来るか。少し変化しました。ストライクです。ノーボール2ストライクです。痛烈、ファウルになります。高め見送っています。これが5球目。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。バッターボックス本田、先ほどの打席でヒットを放っています。祖父江、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。ツーアウトになりました。打席には3番バッター近藤、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。ストライクになります。3球目打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー3塁2塁。ジャイアンツバッターボックスには城島が入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンス。いい当たり、サヨナラなるか。フェンス大事です。劇的な結末、4番の仕事を見事に果たしてくれました。打ったバッターはもみくちゃ。オリックスバファローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。